どうも、芸人小屋健太でございます。僕はですね、こうして徳島のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、今日はちょっとね、いつもと違う、感じでございます。次元寺というお寺、ここの近くにはですね、なんかかつて空海が龍を閉じ込めた穴があるという噂を聞きましてですね、それはぜひ見に行かなあかんということで、来ましたので、早速ちょっと向かってみましょう。ちょっと登るらしいんで。ようこそ皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネル小屋健アワビより、今回はかつて空海が封印した龍を見に行くという企画でございます。本来は修行の場として使われている穴禅城、一体どんな結果が待っているのでしょうか。それでは徳島県から世界中の皆さんへ。まあ、竜がいたようなところにね、一人で行くんは、もしかしたら今もいるかもわかんないですから、怖いので、今回ちょっとね、案内してくれる方を、ちょうど、あ、すいません、こっちです。こんにちは、ドン！こんにちは、ドン！いや、イメージ崩れるんで。ということで、オチさんでございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介いただきました。別格令嬢、二重令嬢、お仙立ち、オチ健一郎です。ちょっと思ってる感じと多分ノリが違うんですけど。はい、今日はなんかそういう竜をかつて空海が閉じ込めたら、ね、そう案内してもらえるという。今から行きますよ。あるんですか、そんな。何を言うとんすか。弘法大師さんが19歳の時に、はい、夢に出て、はい、でこの穴禅城っていうところに来て、はい、で竜が生まれてるのを最高だと。そのことが鍾乳洞がありますから、この奥に、奥にあります。そこに連れてってくれる。行きましょう。わかりました。じゃあ早速向かいましょう。わかりました。どうぞ案内します。隠したってやばいな。隠し、押し込んだの。いいよ。はい。きついじゃないですか。きつい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 で全然顔色変わって、行場やからな、修行やから。まあ確かにそうですね。うん、これもう今看板が出てきて、うん、本堂の穴禅城もうすぐってことでしょ。そうまだまだ。え、そうまだまだ。ええやな、その僕の勘高い絵はいいんで。そう響いたけど、修行やから。まあ歩こう。結構しんどいですね。これ急やからね、角度がすごいですね。そうフラフラ修行の道やから。それはそうです。もうここは精神力ですよね。そう、パッと行けたらあかんない。はい、行きましょう。ようやく着きましたね、本堂着きました。きっと引きが上がってます。これもう、着いたんでしょ。そう、スタート。え？ここゴールじゃないですか、このでっかいやつ。穴禅城、今から穴入っていくん。スタート。こっから。ていうか、なんでそんなピンピンしてるんですか。なんか行くねって感じは。修行。これで終わりでしょ。ここで準備する。準備？穴入る準備して、はい、あそこ穴やと。あそこがスタートです。めっちゃ上じゃないですか。そう。まだあるんですか。今から1時間半ぐらい入るよ。うわもう最悪。穴。いやでも竜のためですもんね。そう、穴入っていく。穴入っていくんでしょ。だから行きましょう。スタートや。マジか。暑いですけど。来た。なんとか。ここですか。ここ。あ、竜の鳴き声が聞こえる。え、なんか思っとった竜とちゃう。うおーみたいなんじゃない。ここに全然ほんまやな。ここに弘法大師さんが閉じ込めた竜が、はい、なるほど、いてます。行こう。ついに目の前に。今からがスタート。あ、でもなんかいざ竜がおると思ったらちょっとさっきまでの疲れが飛びますね。で、行場やからもうこんな、こういう風にしていくわけよ。あ、狭いとこ、こういうとこを出ていくから、はい、こう、
必勝祈願だったりとか、ああなるほどなるほど、合格祈願だったりとか、無事抜けられたぞみたいな、そう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 、あそういう意味合いもあってのこう、だからみんな全国から人が集まる。なるほど。行く？行きます、もちろん行きます。はい。僕もやっぱこのチャンネルが伸びることを願ってるんで。ああ僕もそれになんか力が稼げたらいいね、嬉しいね。そうですね、パワーもらえると思うんですよね、やっぱ。うん。おじさんも行こう。行きましょう。あでもほんまなんかちょっとスッキリしますね。そうそうそう。ちょっと風もヒヤッとしてみたい。そうですね。入り口。あ、来ました来ました。じゃあこれ入って、奥にどんどん進んでいくと。そう。状況を説明していただいていいですか。下にな、下にな、登ってきて、怖い怖い、登ってきたじゃん、登ってきたじゃん、もう汗だくですよ。そうそうそう、俺も汗だくないけど、はい、登ってきたじゃん、はい、下に住職おったよ。はいはいはい、お寺のとこですよ、ね、そうそう、住職おって、はい、鍵もらっとこなあかんかった、鍵もらっとこなあかんかった、もらってこなあかんかったってこと、直訳したらこれもらってきてない、直訳したら入られはい、ということでオチさんありがとうございました。本来ですね、穴禅城はこのラインを通れな無理という幅がありまして、僕はもう一目見てそれが無理だと分かったらしいんです。でも手前までは連れて行ってあげようということで、今回のロケが実現しましたけど、竜見たいな、ドラゴン好きやもん。以上です、ありがとうございました。